Ladies and gentlemen, J-Wave presents 2 hours of the finest in Saturday Night Entertainment, featuring your friendly hosts, Jun Yoda and Hajime Anzai. It's Golden Time! それではさよなら。はい。どうもありがとうございました。いい曲だよね。この曲、ずっと聴いてたくなったね、これ。なんていうタイトルなの？なんていうタイトルなんですか？なんていうタイトルなの、この曲。花の。最後の。これ、ゴールデンタイムのテーマ。テーマの？ああ。こんなのオーケストラ撮ったって話聞いてないしね。ね、誰の曲なんだろう、これ。本当、本だったら言ってほしいぐらい。ねえ。はい、今日は割とあの照明も落とし気味なスタジオで、はいはいはい、ムーディーに、はい、うん、ミラーボールも回ってるし、ね、ね、うん、今日はなんかこう、割とこう見学者が来るっていうのがね、あのここに来てね、ね、もうあと2回で終わるっつうのに、そうだよ、見学者が来だした、そうだよ、うん、だから。ねず、ね、もう縁起悪いなぁ、もう縁起悪すぎだよ。あと2回だよ。そうなんだよね。来たね、来ましたね。もう多分どこでももう風太くんとか見に行かないとこに、うちに来るようになったね。みんながね、見に来る。うん、そう。最後を見届けよう。立つんじゃないかな。もう俺らがこれ終わるってことは、本当の意味で昭和が終わるってことだからね。もうオールウェイズは終わりだよ、これで。終わりだ。もういくら CG でももう復活できないから。もう復活できない。無理。もうこれからは昭和の人はラジオに出ないからね。もう一人も、ね。もう平成の人しか出なくなるんだ。平成の人だけになりますね。ね、最後。だから平均身長は上がると思いますよ。上がるんだよね。そうなんだよな。そうそう、上がってくると思う。ね、いいね。絶対上がるよね。ね、ちゅうか、なんかめっちゃめちゃ椅子も低いしね、俺。もう、なんか、もういいんですけどね、はい。はい。ありがとうございます。というわけで。よろしくお願いしますよ。ね、はいよ。どうでしたか、今週は。そんなこと聞くんですか。今週はね。辛い毎日じゃないですか。嘘。今週何があったんですかね。針のむしろのような。何を言ってんすか。どういう辛い、何があったんですかね、辛い方なんですかね。締め切りに追われてるとか。この間先日リリー・フランキーと会ったら、リリー・フランキーも鬱だということで。あらら。もう今 T 鬱が流行ってる。T 鬱だ。T 鬱。宇都宮が入ってるからみんな。うつ、ん、うつだと。で俺もニートってことでした、ね、ニートで、うん、みんなもそういうことニートにしとけばいい、うつでもいいんじゃないかみたいな、そうなんだよ、ね、そういうわけにはいかないですよ、うん、ここはもう、どうだったんですか今週は。なんだろう、なんか言う、うん、あれですね、うん、スランプでしたね。あ、いいね、昭和の言い方だね、スランプ。いいね、ドクタースランプ。うんちゃーなんてね、うんちゃでいいんだっけ。その頃から別に読んでないくせに言わないでしょ。読んでないでしょ。その頃からもう読んでないじゃん。もう最近の漫画にはついていけなくなったのがドクタースランプぐらいだった。あのメガネ見てね、あら、このファッションはいかがなものかと思ってたから。ボストン型のメガネ。レッドマンガネしかいないからね。そうだよね。どうよ。知らない、どうよって言われた。でも、ほんまにね、はい、仕事もはかどらず。ほら、はい。遊びもはかどらず。こういう番組で、僕らが調子悪いって言った方が、みんなも元気出るってことだよね。みんな人の不幸が好きだもんね。そういいんだよね、今度ね。かねえな、調子悪いんだよな、みたいな。ね。あんまり調子良くったら腹が立つでしょ。そうね。そうなんだ。調子こいてるよ、なんていうのはよくないですよ。はかどらず。ああ、そうですか。はかどらずですね。もうね、何も喋ることがない二人みたいなことになっちゃってるよ。もう、熟年離婚みたいなことになっちゃってるよ、アンジャさんと。大丈夫かな、これ。よく法事とかで、はい、久々に会った親戚のおじさんと話すようなことでね。なってね、どうすか、最近してほしいやつ。もうね、具合悪くてね、もうね。具合悪いなってばっかりですよ。そうなんですよね。もう最近おじさんに会うとね、時勢の句とか聞かされちゃうんだよ。ああそう。もうやっぱり。ああそう。まあ世の中どんどん悪くなっていくってことはもう分かりましたからね。もう良くなっていくなんて見たこともないから。うん。この間もおじさんに時勢の句をね、うん、教えてもらうんですよ。教えてもらうっていうか、一応言うんですよ。はい。やっぱり覚えとかなきゃいけないと思って。うん。なんて言ったんですか。覚えといてくださいよ。スラッと出てくださいよ。一滴の。一滴の。いいじゃないですか。一滴の。一滴の雫、ここにあり。
我思うに、これはもらったものだし、いつかは返さなきゃいけないから。安西さんのおじさんだけやってズクズクしてるわ。時世の句もさすがに。いや、意味的なことを決まってないわ。なんかね、そういうことなんですよ。でももうそろそろ安西さんも、もう俺も改名を決めていかなきゃならない。改名は俺もう最後のコーナーって改名のコーナーあるから。来週、来週までに。俺はね、セックス大好き孤児でいいよ。もういい。もうそれにしといてくれ。セックス大好き孤児でいい。安西さん何個人する？どうしようかな。本当に個人が好きだったものを一つ入れとけばいい。そのちょっとごめん、セックス大好き個人は高いの？改名としたら。高くないよ。ただだただ勝手に決めとけばいいんだもん。ただただ。うん。あれ安西の何？サッカー入れたでしょ。あ、いいね。結構長くてもいいよ。サッカー。本当。うん。あと何？なんで俺趣味だ入れてんのよ。いやいや。生前。サッカー観戦。サッカー観戦。映画鑑賞。音楽鑑賞。ちょっと嘘だもんそれ。映画鑑賞なんてほとんどしてないよ。嘘だもん。映画。死んでからもそんな見え張ってどうすんだよ。その改名のとこで。なんか友達いっぱいできっかなと。確かに。確かに死ぬんだから別に見え張っててもいいんだもんね。いいよね。そうだよね。一応ほらモテモテ個人でもいいんだもんね。別にいいの、ね、この人ってあこんな好きだったんだとかって思われた方がいいじゃん。うん、ああそうだそうだ。ね、これじゃあズル向け個人ですもん。あずずっと方形でやってたから。もうそれだけ悔しいよ。焼いた時皮も焼けるからさ。ずるっと向けると思うよそれ。もうそんでいいやもん。焼いた皮はそのままにしといてくださいよ。焼いた皮はね。そうだよね。まあ、あと 何入れてくるの？改名に。改名に入れようかな。安木玉のって入れたいですよね。あ、なんかほら。安木節？安木節。今安木節がやりたいって言ったよ。安木節と土壌すくいは別にやりたくてやったわけじゃないんです。じゃあ、最後、相田みつみたいにダモの入れてもいいよ。だから、セックス大好き、孤児、ダモの。ダモのもいい。ダモのとか、なんちゃってなんていいね。いいよ。古いね、また漢字が。漢字が古い。あ、この人は昭和の人だってすぐ分かっちゃうけど、そんな改名みたいな。ダモのも古いだろ。ダモのも古いか。今だったらなんだ、ウィニーとかつけとけばいいのか。なんか分かんないけど。ウィニーとか言っとけばいいんじゃないカトゥーンとか言ってくる。あ、カトゥーン。覚えたね。覚えたね。あのさ、カトゥーン。今言いながら舌噛んじゃった、ちょっと。カトゥーンとか入れとこうがいいんじゃないかな。まあ、この3年間、ズレズレでやってたってことだよな。僕らもな。ズレズレだったと。ズレズレなるままにやってまいりましたが。あ、と、2回になりました。今日はね、あれだよ。あれですよ。猫ひろしさんが。あ、グエスト。はい、ゲストで。先週きっとね、猫が天狗になってるとか言ったからね、飲み屋で。やばいと思って来てるんだと思うんだ。なんか地方からわざわざ来ていただいてるから。本当に？うん、ありがとうしたんですけど。地方から終電乗り継いでみたいな。そうですよ。猫ちゃんもまあ、この番組で始まり、この番組で終わってもらおう。もう完全に消滅してもらおう。ねえ。なんで終わらせんのよ。終わらせなくてもいいじゃないですか。はい、というわけで、今度は早速参りましょう。ユーロゾンの誰も聞いたことのない音楽、トゥーサウンズ&ロック。あと2回しかないのに、はい、一応高校時代作った刺繍を持ってきちゃってもうここ300ぐらい書いてあるから1曲すごいねこれ。これ全部今日歌ってももう2時間以上かかっちゃうけども今日全部この曲やめて、はいはい、あ、俺が歌う全部歌うのどう？俺のそれよ童貞ソングね、うん、いいよ。あ、それすげえいいよ。俺童貞持ってきたのピンクフロイドとかだから。いやいいよいいよいいよ。これ来週に回そう。来週で最後じゃっちゅうに。俺石川さゆり天城越えで終わりだからこの番組もう全部言っちゃってるじゃんね。そういうことになるよ。あ、そう。じゃあ俺も好きなの。いいよ。じゃあ安西さんにさ、このさ、ノート2冊見てもらってさ、好きなの選んでよ。嬉しい、嬉しい、嬉しい、こんなんしてみたかった。これどうよ、これリクエスト。嬉しい、これ。童貞ソングブックリクエストしてんだから。やっと、こっち側の濃い、そっちの方が古いです。それはね、大童貞。ほんで、薄い色は中童貞だから。大童貞の方の表紙は、ビバヤングクリエイティブっていうノートなんだよね。俺が書いた方がいいじゃないでしょ。クリエイティブかな。なんで、もう一節の小童貞、なに、こっちの童貞の小童貞、うん、小童貞の方はガイズ、ガイズ、スパルタだ、スパルタだって書いてある、なんか
スパルタ教育の頃の。そんなね、今ね、こうロールで閉じたようなね、あのノートも内容も今や。いいね、この頃の三浦君のサインは、うん、ハートに純が突き刺さってんだよね。これね、今日あのメール送ってくれた人に全員に送るよ、俺その頃の考えたサイン、ハートに純っていう矢が刺さってる、俺が将来有名になった時に書こうと思ってたサインさ。ニッコニコだよ。ニッコニコマークがついてんだ。ニッコニコマーク。これはすごい貴重だわ、これ。貴重でしょ、これ。もうこれなんか手袋して、うん、本当だったら本来は。本当みたいなもんだからね。本来は手袋してですね。鈴なっけなんないやつが、はい。じゃあまあちょっと、はい、ちょっと開いてみましょう。はい、どうぞ。いきなりちょっとガーンって開いてみましょう。はいはい、いいじゃん、ガンじゃないの。君は今、昔よりも若い。あ、それはね、あのマイバックページズっていうあの、はい、リランの歌詞からパクったあったりとかなんだよね。はい。暖かい炎。女と共演する。作詞女。あ、本当だ。お母さん？いや違うよ。お母さんじゃないの？お母さんだったら三浦じゃん。あ、そうか。違う名前書いてあるでしょ。文通してた女の子。で、その子が詩送ってきたの。この子だけがね、僕が詩を送ってくると、僕がメロディーをつけてカセットで送ると、また詩を送ってくる人で、後の文通の人は一回でやめになってたからね。その人の文面にメロディーつけたから。すごいね。うん、あ、じゃあこれは、この曲歌うとこの人に印税が入るの？入らない。入らない。その人、どこの人かわかんないもんね。入らないんだ。で、さて、これはもう91曲目、90曲目ですよ。やっぱり ね番組としたら、うん、ゆるゆるの番組になってきていいな。69曲目それは風、それも女の人の曲じゃないの。本当だ。それは恥ずかしいじゃん、そんな。それは風69か。ダメだよ、その隣の曲はね、悲しい曲なんだ。それはね、ちょっと放送禁止なんだ、それ。そうなんだ。分かった。あ、本当だ。ね、これは放送禁止だ。放送禁止でしょ。これはね、自主的にやめよう。そうでしょ。あ、これも聞きたいな。これって、あれ、家出した時の曲。これ家出して、金沢のホテルでオナニーした後に作った曲だ。プレイガール9見ながら。これ聞きたいわ。やってみようかな。これ聞きたい。70曲目。覚えてるっていうのがすごいでしょ。金沢、はい、うん、きごめんなさい、来た風に煽られて黒雲は、ダメだ、これ低いからダメ。あ、当時は高い声で歌ってたんだね。高かったんだ、これダメ、これもうダメ、違うやつ、これで2時間やるから今日。かっこいい。これってさ、オールナイトでやるイベントのあれだよね。あ、かっこいいこれ。My old friend song。 いいね、安西さんに送ろうかな。 My old friend song。 My old friend song。僕はアルバムを見て笑った遠い昔の遠い思い出、僕と君の中もよかった頃、そして笑ってた。僕は思わず君に会いたくなったのさ。全部所ジョージみたいになってるな、俺。いやいやいや、歌い方がさ、あ、そっか。なんかね、声が低いんだな、やっぱりな、今。やっぱりそうなんだね。うん、あ、でもいいね、これ。あ、いいじゃないですか。僕は君の心が好きだった。ここマイクっていうね、今もうすっかりなくなっちゃったね、そういう気持ちがね。体ばっかり目がいくようになっちゃったね。これ、このページ、珍しいんですけど。我が心のカトリーヌでしょ？どうしちゃったんですか？漫画を描いて、漫画のテーマ曲を書こうと思ったんだけど、できなかったんですよね。あ、うん、できなかったの？できなかったの。真っ白に残ってますね。できなかった曲も一曲に入ってるから、俺の場合。これ、カウントされてんのよ。カウントされてる、僕はね。はい、これはすごいわ、はい。やっとられんの歌。これはちょっと
病床スイカって書いてある。ね、愛から。愛からよ。なんでスイカ。スイカ。いや、ちょっとなんか、JR とか乗れるかなと思って。ため息は悲しみの言葉。いいね。いいですね。タイトルはえっちゃんのギター。ああ、いいね。ため息は悲しみの言葉っていうのは、うん、陽水さんの曲をパクった曲だよね。あ、そうなんですか。うん。その曲ね、ほとんどパクってやんねんね。うん、その頃のね。だから、その頃の昭和を感じるのは、もう、このソングブック聞けばわかるんだ。大丈夫。これも、すごいですね。ヘボンパンチブルース。あ、じゃあ、ヘボンパンチブルース歌わせてもらいましょうか。かっこいい。かっこいいなぁ。あの、一番ダメな曲選んでない。いい曲もあんだ。あんまり歌いたくもないんだけど。昔はヘボンパンチを買うことだけで本屋の親父に赤い顔を見せていた。しかしどうだろう、僕のベッドの下はたまりたまったヘイボンパンチで息もできないよ。俺ミュージシャンやめてよかった。いやこれでミュージシャンやろうとしたんだ。いやいや、かっこいいかっこいい。そう？いや、いいんじゃないんですか。なんかすげえ恥ずかしくなってて、顔が真っ赤になってたんだけどさ。うわー、来てるね。かな、来てるよ。その中で、こう、ちょっと、あれじゃないですか。一曲、ちょっと締めてくださいよ。わかりました。そっちの、あの、大童貞の頃の。まあ、はい。じゃあ、これもらえますか。あ、こっちの方がいいですか。はい、そっちでね、はい、あの、学園祭の時にね、ここに書いてあるんですけどね、昭和50年って書いてあるから、17歳ですよ。これ、昭和50年の時に。1975年か。学園祭で歌ったところ、30年前だ。帰れということになったやつを。はい。じゃあ、歌ってもらいますよ。どんな時？おばんの腰巻き曲げて、若い娘は春を売る。春よ春春春春、体栄養いらの心はエロチシズムアハム。はじけるおいどの娘さん、もっと見せておくれよとっくりと。誰誰誰誰誰あんた、ええおいらの頭はエロチシズムアハム。色っぽいはあんたの仕草、男のあたしゃ惚れちゃった。おかま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 は、ええおいらのすべてはエロチシズムアハム。どうもありがとうございました。もうね、すごいね。17歳から歌ってないからね、これ、ね。はい、もう17歳でこれ歌ってたのすごいね。これを歌って、ちょっとパンクな気持ちになってたんだよね。はい、すっげえ恥ずかしかった。この企画やめよう、もう。すっげえ恥ずかしかった。すいませんでした。ありがとうございました。うん、というわけで、はいよ、今週、もう来週は最後になりますので、うん、ラスト前ということでございまして、はい、JWAVE ブラジオダムダムのゴールデンタイム、うん、ゲストは猫、ヒロシさんですよ、よろしくお願いします。インターネットショッピングサービス J-WAVE EC Online May I help you? インターネットショッピングサービス EC Online、 今日ご紹介する商品は50枚限定の超レアもの。 J-WAVE ウィークデー朝のスポーツ番組チャレンジスポーツが、トリノオリンピックアルペン日本代表佐々木明選手のために作ったオリジナル T シャツです。
フロントにはアキラ佐々木のイニシャル SA をデザインしたマーク、バックには佐々木選手と交流の深い格闘家山本キッド則文選手が自ら書いた銀の弾丸を意味する Silver Bullet という言葉がプリントされています。タグには J-WAVE とチャレンジスポーツのネーム入り、お値段は消費税込み3675円、もちろん販売は EC オンラインだけ。さあ気になった方は今すぐパソコン携帯の J-WAVE サイトから EC オンラインへアクセスしてください。はい、はいよ。というわけで、うん、猫ひろしさんが来てるにゃ、うん、来てるにゃ、うん、ましたよ、うん、もちろんジジイブーさんも来てるにゃということで、やっぱりそう、エイトでね食いすぎジジイブーさん、ね、うん、食いすぎ、全然もうね話とか参加しないからね、うん、全然もう黙々と食ってからね、黙々と食って、まあ、まあ、あのいろんな人ゲスト来たけど、はい、浮き沈みもあったけど、はい、猫ちゃんだけだった ね、 そうだね、生き残ったのは ね、 ね、浮きっぱなしだったのはね、ここのコーナーにゲスト来ていい目あった人いないから ね、 そ ん、 ね、そんなことはない、まあ、いないでしょ、そんなことはないでしょ、そうですか、みんないいじゃないですか、もう、もうなんかチンチン出したりとかして、あの捕まりまで捕まっちゃったりしてね、そんな、まあ、そん誰も捕まってないでしょ、ないか、はい、そこでやめてください、はい、というわけで、はいよ、今週はですね、いよいよもう、まあこういうね、コーナーの紹介もそろそろもラス前でございます、ね、もうこのコーナーの紹介を後の人生に生かすこともないしね、多分ね、ねえ、ねえ、あんまりね、そうだよ ね、 ね、あんな声使うわけでもないから ね、 ね、まあたっぷり聞いていただきましょうか、まあ、いろいろね、今週はそういうこと言うけど、はい、来週はいろいろもうニュースあるから、いっぱいビッグニュースいろいろ発表するから、何実はいろいろ、何をですか、いいことも言うし、よくはありますよそういう発表する、うん、発表する、発表するます先週言ってたけど、あれ何を発表だったのかなっていうことはよくありますよ、す来週はほら、いろいろ2台ぐらい重大発表、2台が10台、20代ですか、20代、うまいこと言うな、うまいこと言うけど、いや、あんまり言わないから大丈夫、まあ、ではさ、来週聞いてもらわなきゃ、コーナーの紹介、はい、どうぞ、声に出しちゃいけない、せつざかばー、これもね、早くタモリクラブやってくれないと、うん、このコーナーも終わっちゃうから、ね、まあ、とりあえずこのコーナーの始まりっていうのはおねじめねじでした、はいはい、もう小さい頃から不思議に思ってた、うんうん、あの穴が開いてる方をめねじと呼び、うん、棒の方をおねじと呼ぶっていうことが、うん、なんでしかもはめ込むんだ、ね、なんであんなとこにはめ込むんだと、それに尾と目をつける、そうです、お目をつける意味があんのかということで、ね、この性の乱れがこう、えおめじ、おめじ、ちょっと意味的には逆にやるよ、まあいいや、おめ、いや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 、大丈夫ですか、はいはい、まあこの性の氾濫を塞ごうと、防ごうと、防ごうじゃ、塞いでどうするんですか、防ごうということで、こう日本語にあるこうやらしく聞こえる言葉をね、葉を排除していこうということですわ、はい、これ割と頑竹のあるコーナーです、うんうん、それは頑竹ある、はい、はい、来週はスペシャルってことになるそれが重大発表、ああ重大発表1個です、はい、そして次はなんだかんだでなくならないマシニスト今日、そろそろ出始めたんだけどね、もう説教する人もいなくなったから、もう出っ放しだよ、またほんとほんと、もう今年も春からブンブン出てくると思うよ、はい、うん、それで今日今週は、はい、猫ちゃんに説教ということで、あ、それは、いやいや、それは案外さ、飲み屋のまんまじゃん、嘘嘘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 、皆さんから先の猫ひろしこうだとかいう説教をもらいましょうか、いいですね、それはなんか最近の猫ひろしここがもうダメなんじゃないかとかちょっと言ってもらおうかな、いいですね、そういうのはいいですね、ね、そういうので爽やかに襟を正し、そうだよ ね、 ね、そらそ、猫の場合は首輪を正し、そらそうだ、鈴を鳴らし、もう一回、ね、タランチュラの時代のことを思ってもらってさ一からやってもらおう、わかりました、はいよ、はい、もうですよね、うん、はい、そして続いてこちらは新コーナー、書かない名作言うだけ漫画道場、ほらもうこれもうちのほら、あの少年チンチン、はい、もう4月に観光予定だったんだけど、うん、もうずいぶん伸びてるから、うんうん、伸び伸びだわ、伸び伸びになってるけども、ちんちん伸び伸び、ちんちん伸び伸びになってるけど、
召喚チンチン表紙はもう大体は決まってる、はい、うん、表紙は決まってる、表紙はもう生ハゲでドーンっていこうと思う生ハゲの写真で編集長、はい、秋田行ってからなんか違いますねテイストが行ったからね、うんうん、はい、わかりました、言うだけ漫画道場こちらも、もうタイトルだけ送ってもらったらそれで勝手にストーリーを想像し、はいはいはい、もう少年チンチン乗れるから、うん、それ、うん、ものすごい、あの絵も描かなくていいから、まあ、もうこれからの時代はもう絵描かなくていい、漫画家が絵描かなくなるなんてね、そうですよ、まあ理想的なのが理想的なのか分かんないですけどね、はい、はい、そしてこちら8位以降ジャパンワールドカップへの道、新しいサッカーの決まりって、うん、これもちゃんと言っとかないとね、サッカーも野球もなんか見てたよ、俺見てた、野球見てた、もうどれを見たんですか、どの試合、2個見たよ、2個見たんですか、どうですか、審判がうんこしてて判定間違うやつ、あれ見ちゃった、あれだ、うん、あのうんこしてて見てなかったんだよね、そうそうそう、ブリブリしてて、うん、あのタッチアップ見てなかったんだよね、そうそうそう、お尻拭かないで出て、ついにポッと見てたらベースのとこがとうとうの便器みたいに見えてブリブリしてた、ブリブリ審判便座、便座だと思っちゃった、あれとその後のイチローがうわーとか言ったやつイチローがうわーとか言ったあれイチローのアヘ声が出たやつ、あれ見たよ、あの試合見た、なんでこれそんなとこ触んだよ、そうだよね、見た、うん、エラが張ってる人が頑張ってるやつでしょ、そうですね、エラが張ってる人、なんか張ってる人っていっぱいいますよ、エラジャパン、もう頑張ってください、ハタハタじゃないんだよ、ハタハタうまいんだよねやっぱりエラというとハタハタと王監督だよね、そうなってくる、ね、そうかな、うん、はい、まあ、そして風より大事なバカがあるプロバカ熱伝、そうだ、今なんだかブルジョア&ボヘミアンボボーズとか言ってさ、え、また九州の人を困らそうと思いやがってさ、ボボーズだって言ってんだよ、本当になんかブルジョアとボヘミアンでボボーズだって、ボボブラジル以来だよ、そんなこと言われてる、ブボーズじゃねえ、ボボーズなの、ボボーズ、ブルジョアとだって久しぶり出たなと思ってボズはないよね、まあいいんですけどね、だから大変なことばっかり言いやがってな、ね、本当ですよ、ほらもう言うんだったら1万円2万円で言え、そうな、もっとね、僕とか言うな、分かんないから、細かいことで言うな、あんなもん家買うな、みんな、家買うのよく分かんないよそれは家買うのと関係ないじゃないですか、家は買うのは大変だろうね、それは大変だろう、家買うのは簡単なんだろうな、家買っても死ぬのにな、ねえ、どうすんだよ、すんだよ、ね、んだよな、すごい、別にお墓になるわけでもないね、え、ね、家買ったらさ墓になればいいのに、パタンパタンパタンってなんか形が変わってさ家が墓になればいいのにね、ねえ、こうやったら何千年とかしたらさエジプトみたいにさ、うん、マンションの一室からミイラが発見されたりするといいのにな、いや、いいのになって、それはね、宝石とかほら財宝があるから、財宝を巻いとかなきゃなるのか、そうか、財宝もない墓は掘り返せませんよ、あんまり、なるほどね、そういうことか、そういうことだと思いますよ、わかりました、探検とはそういうものでしょう、はい、はい、そしてこちら稼げ中央主率最高ラジオリソールもうあれそろそろほら終わりなんで、今までの過去のね3年間のコーナーあったでしょ、はい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 、きっとね50では効かないぐらいコーナー作りましたよ、はい、もう泡のように消えてはなくなる、バブルって言われてるんですか、はいはい、もうなくなったコーナー思い出してね、僕らもう思い出せないから、はい、あれがいいとか言ってもらったらそれのまたカセット出してくる、いいですね、来週中かですね、それをその企画を、重大発表の1個だったみたいですけど、いや、まだ俺にはもっと重大発表、もっと重大発表、なんか月曜のお昼頃にですね、月曜の昼に、TR2 時代からの全コーナーのリストをホームページにアップするそうです、すごいね、すごい、覚えてる人いるんだ、まあ、もう頭パンパンじゃん、アワビちゃんだと思うよきっと、あ、そう、はい、アワビちゃんがホームページにアップしますので、水曜日までに、水曜日までですよ、その中で好きなコーナー、思い出にのあるコーナーなどを投票いただきまして、それを来週、メールを集計しまして、なんと、ベスト10の発表するという、まあ普通のやり口だよね、それ。あんまり特に変わったやり口でもないけどね、まあおさらいっていうことですね、そうですね、だから、言ってみれば、まあ今週はこうやってこんだけコーナーありますけれども、来週は10個のコーナーの特集みたいなもんです、アーカイブスってやつだ、はいはい、アーカイブスの時間、どんなブスだよ、どんなブスだよあの人のことブスって言ってないよ、いやいやいや、そういうことないですよ、言ってないですよ、というわけで、
来週はそういう企画になっておりますので。なるほど、なるほど。ぜひともね、それはそれで楽しみにしてください。はいはい、でも、今週はこの、コーナーがございますので、以上すべてのコーナーのお続きはこちらです。どうぞ。メールアドレスは、golden@j-wave.co.jp。golden@j-wave.co.jp。ファックスの方は、0570-000813。0570-000813 です。深夜ですので、おかけ間違いのないように、ダイヤルは、ゆっくり正確にお願いします。ああもうね、はい、よこれも、うん、まああともう一回しか、うん、南部さんのこの声聞けないもんね。今ね寝をなっとかないと、もう二度とおならない、うん、この時間の中におなるっていうのがすごいよね。おなるっておなるおなるで、ね、おなりになるわけ、ね、おなりになるわけですもんね。おなりなんでいなり出してね。安部さん女ってんの最近。ところでそんな最新情報はいらんだろ。そう。そんな最新情報は、ね、俺もいらんぞ。俺はね。いいよ、じっと時計見なくて何時間前とか言わないでよ。いや、もうすごく嫌だから。まあ、昨日で言うと6時だね。6時に女っちゃった、うん。ネタはね。ネタまでいいから。グラビアでした。僕、さあラジモとかもう183巻目に突入しそうになってるから、うん、エロスクラップ。はいはい、今張ってる原田オーレとか結構いいっすよ。いいですか。いいです。はい。やっぱりね。はい。いいなぁ、羨ましいなぁ。はい。ちゅうわけで、うん、もうガンガン送ってくださいよ。うん、今週もですね、うん、相変わらずプレゼントはありません。はっきりしてるね。もうやめますんで。プレゼントなんてあげられませんよ。はっきりしてるね。もう、魔法じゃないですか。ね、わぁ、もう未来があるんだったらね、いい目も見せましょうよ。来週は出そうよ、なんか。来週出そうよ。ちょっといい感じで俺おなったティッシュとか出してもいいずっしり重いやつ出してやろう。いつもあのトイレ流してんの重たいもん。ずっしり重いビニール袋に入れて、ビニール袋に入れて送ってやるの。トイレ流してんの。いやいやいや、ダメだよ、送ればいいじゃんみんなに。あー、ビニール袋に入れてか。なんか俺らの身につけてるものを嫌がらせで送るんでしょ。いいね。安西さんのヒゲ剃ってさ、よく陰毛とかほら あのあげる人いるじゃん。 あれみたいなもんでヒゲとか陰毛とかあげる。もうみんなあげる。いらんだろ、もうツルツルになるまでやろう。いや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 、全部毛をすんの。どれ全部毛をする、うん、髪の毛も、いやいや眉毛も、芋だけ、芋だけ、芋だけ、芋を送っちゃうのどよ。それはね、多分ね、あれなんかあれジャスラックとか、ジャスラックジャスラックなんだ。陰毛を何あの管理してんのはジャスラックなんだ。小林亜生が怒ってたのは陰毛抜かれすぎたの。あ、そうなんだ。小林亜生は太りすぎて皮が余ったんですよ。ラジオネームさっきさんからお便りいただいておりますので読みましょうか。皆さん、皆さん、こんばんは。まあ、ところで、うん、PR2 時代発足された、うん、発足だよ。発足、発足じゃねえ。発足された、うん、ナイター限定野球チーム、スーベニールズはどうだったんでしょうか。あった。あったね。猫ちゃんをバッターに立てれば、うん、ストライクゾーンが短いっていう話。そうそうそう。それは狭いと。狭いから勝てるっていうことだ。うん、はい、そうだそうだ、スーベニールズ。はい、全員のメンバー紹介もしたけどね。そうだよね。あれから一回も電話メンバー発表したよね。メンバー発表ここでした。新規参入はしましたか。マリンとかも入ってたよ、勝手に。ね、全員勝手に入ってた。そうだよね。もう一回ぐらい試合の応援に行きたかったということ。安西さんと新幹線の中でユニフォームのデザインを知らせて以来何もしてないよね。あったね。あの盛り上がったのにね、ユニフォームのデザイン。盛り上がった、盛り上がった。スーベニールズ。スーベニールズね、結構よかったけどね。あったね。そうだ、あ、そうやって忘れてることあんね。うん、ほとんどだけどね。今年はやるか。今年こそやるか。スベニールズ。いいよ。ね、やるよ。やろう、もう、もう、もう盛り上げないと。うん、もうだって、もう、うん、アメリカ弱いじゃん。ね。ね、あと勝てる。勝てる。アメリカ弱いしさ。オリンピックのカーリングも弱いもんな。で、勝てる。カーリングも弱い。そうだよ。勝てる。カーリングだって、オリンピックでね、成績残した人がね。16歳負けちゃったよ、あれ。偉いことだよ、お前。偉いことだよ。騒がしてたね。ねえ。俺、セックスだったら負けないぜ。もう絶対負けない。あの、ないから、それ別に。勝ち負けあるでしょ、あれ。新規さんないない。セックスに勝ち負けってあるよね。勝った、負けたって思うの。今日は勝ったとか思う、ね。嘘。もういいや、もう。もうなんか、今日はいい。今週の勝手に観光業界。もう最後だからさ、もうほら、
これもまあ記念すべきことですわ、はい、J-WAVE のなんとかのなんとかになんか登録なんとかになんとかのベスト10みたいなのあ、はい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 、ね、何位とか入っちゃってね、はいはいはい、そうですよ TOKIO 100 ね、もう HOT 100もう平井堅さんとか泡吹いてたっていう話だな、みんなびっくりしたでしょ、みんながブワー泡吹いてた、カニみたいになっちゃって最高36位、6位とか7位とかも行きましたよね、8位とか世の中間違ってた時代ですよ、まあ、別に、ね、いや間違ってないいんですけど、ね、本当にでもあのいい曲でしたし、ああプロモーションビデオも流れましたし、ね、流れました、うん、まあ別に俺は何もやってないのに俺がなんで映ってんだっていう話でしたけど、いや何言ってんすか、あんたさあっての勝手に観光協会じゃないですか、だからこの間も昨日でしたっけ、あの勝手に観光協会で5ページぐらいのインタビューページを作ってた、あそうですか、ああいいですね、来なかったですねあんたさインタビューびっくりしました、一人でやらせてスランプをしようがないです、ドクタースランプ、はい、わかりました、ということで勝手に観光協会京都の歌を歌い、まあこれがまああの舞妓さんがマイケルに聞こえるだけで作ったということだけでございます、おはよう舞妓さん、聞いてください、 The best music on the planet 81.3 J-WAVE、 クリス・ペプラーです。毎週日曜日にお届けしている札幌ビール TOKIO HOT 100、 さて最新のトップ5は、 No.5 音速パンチ、 No.4 ジュークボックス、 No.3 Around the World、 No.2 Addicted、The last wish number one goes to 宇多田ヒカル Keep Trying、 冬に宇多田ヒカル4連覇達成です。戦国時代も終わり、春の訪れとともに宇多田平安時代突入か、さあ今度で日曜日の TOKIO HOT 100はゲストにアジアンカンフージェネレーションを迎えます。サポロビール TOKIO HOT 100日曜日の午後1時から、ドント見据えて、ドコモのフォーマーお使いの方に耳寄りなお知らせです。 J-WAVE の携帯サイト J-WAVE Sounds なら生放送中のスタジオ内部をなんと動画で生中継、人気番組グルーブライン、E ステーションシャッフル、そして札幌ビール TOKIO HOT 100のスペシャル番組がフォーマの携帯でご覧いただけます。詳細は PC 携帯の J-WAVE サイトまで。J-WAVE Golden Time。はい、それでは早速紹介しましょう。今日のゲストです。猫ひろさん。イエーイ。そう。年相の声になってる、おじさんの声になってる、はい、カモンおじさんです、カモンおじさんです、うだいろんなテレビ出てる今、ね、もうジャニーズとも組んでる、いろんな出てる、ユー何でも言ってる、どうもお久しぶりです、どうもすごく久しぶりです、久しぶりの間に売れた ね、やっぱりね、いい、よかったよかった、よかった、ね、そんなことないんです、はい、え、そんなことないの、そんなことないです、今日も地方からお帰りになって、あらららら、はい、どこから来たんですか、あ、今日は名古屋です、名古屋で何に来たんですか、今日は名古屋でですね、あの、うん、朝のなんかちょっと番組に出させてもらいまして、うん、そしたらあの階段でこけてここすりむいちゃったんです、あらあらら、はい、うまくなってるわもう、はい、いや何をうまくなってるの、ネタとかつかみとかね、あ、なるほど、わざとこけたりなんか、いや違うんです本当に、はい、また T シャツもちょっとブレザップ黄色になっちゃった、黄色の、あ、本当だ、黄色のやつで、これあの、はい、勝負服です、これあら勝負服で、はい、パンツももちろん勝負服です、あ、出た あんまり変わらないなこれは、はい、これはやずやーやずやいろんなギャグが生まれたね、はい、最近はなんか新しいギャグでも入れられましたか、 あります、いっぱい、はい、ああ やってもらっていいですか、あー黒ブレだー、フェンリーが切ったぞ、フェンリーが切ったぞ、あ、こんな感じでーす、あれテレビでね、はい、クオリションが見えるな、うわなるほど、まだありっぱなす、クオリだ、はい、まだありっ、はい、そろそろネタ会議した方がいいんじゃないですか、あ、お願いします、はい、何のネタ会議、ネタ会議好きだもんね、ネタサミットよろしく、ほらあれがあったじゃないですか、はい、あの幹事長の話、安藤さん、はい、幹事長、幹事長ね、何幹事長だっけ、あのさ誰でしょ、竹部、はい、竹部幹事長あげる、あこのネタ今タイムリーでしょ、はい、
竹部感じちゃう。うん、竹部感じちゃう。ガセメールで竹部感じちゃうって。いただきました。これあのリスナーの人から送られてきたもんで。はい。はい、うん、ヨガリア長介行ってみよう。これも二つあげる。いただきます。この番組から生まれたギャグだから二つ。やった。うん。竹部感じちゃうは結構来ると思うんだ今。竹部感じちゃう。うん。あ、僕もやっぱり稲葉だ。100人乗っても。イナバウアー、読めちゃった。バウバウ。それもうリスナーから来たよね。はい、リスナーが来た。はい、そうです。それもはい、はい、徹夜して作ってました。はい。お便り。この番組にネタが落ちてるかもしれないし、はい、拾って帰っていきよう。いっぱい拾って帰ってよ。はい。うん。ただで叶わせ。はい、ただで叶わせくださいよ。ラジオネーム、葉っぱふみさん。はい、ありがとうございます。遠藤健二さんの新作のタイトルが。そうだよ。ニャーですが。これはどうなんですか、猫さんのパクリですか、それとも猫さんが遠健さんをパクったんですか。あ、やられたなと思いました。いやいや、バカの。遠健さんの方が早いから。ニャーは。猫好き。ニャーは早いんですよ。で、昔はニャーゴっていうアルバム出してるぐらい早かったんですよ。で、本家が、これはやばいってことで、多分ニャーにしてきたと思うんですけどね。ポーズも、ポーズもこれですよね。うん、この猫のポーズですよ。あの、アルバムジャケットも。あ、本当ですか。もう。じゃあ僕は、あ、じゃあ僕も負けずにこれで。はい。はい、やっていきます。やってきます。やってきます。相変わらずアドリブが効かないから、ね。すいません。さすがいい。はい。さすがキーポン素人。いい。続きまして、ラジオネーム。はい。佐渡正さん。あ、これどうですか。佐渡正。あ、いいですね。いいじゃないですか、もう、ここも。はい、佐渡正。無理やりアドリブ。あ、いわしに佐渡正です、みたいな。あ、ね、歌を歌ってからバンと入るの。どうも、佐渡正です。いい、いいじゃん。死ね、死ね、なんて言ってた。ねえ。俺より先に寝るな。佐渡正です。どうよ、これ。それもいただきます。佐渡で入ってくる。やったー、やったー、これ3つ3つ。はい。儲けた寝るな、これいいじゃんね。俺より先に行ってはいけない、そうそう、寝るな、寝るな、俺のが何が入ってるか言ってみろ、佐渡正です、いいじゃないですか。それいただきます。さっき言ってみろ。おちちちチンパンジーはあげましたよね、このネタね。使ってます。はい、使ってます。はい、やつやもういっぱい使ってます。あ、全然僕が考えたもんでもないんで、あのコマーシャルで使ってたんでね。はい。ラジオネーム、佐渡正さん。いいじゃないですか、佐渡正さんって、これいけるじゃないですか。寝るな、俺より先に寝るな、佐渡正ですって。これ面白いじゃん。そう、そこだけ佐渡正です。あ、いいね、いいですね。いただきます。はい、ゲッツします。はい、ライカバージン、ふー、マゾンナです、みたいな。これ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 どうですか。はい、なんか調子落ちちゃう、これ。シャー、どうぞ。はい、ラジオネーム、佐渡正さん。あ、これいいじゃないですか。これいい。俺より先に寝るな。佐渡正さん。ちょ、僕も今、はい、インスパイアされました。はい。おめえ、田舎もんだろ。それ、何弁だ、弁当弁。ダジャレだ、ダジャレだ。こんな感じです。もう、古いのも度が越してるね。ベートーベンからとってもだもんね。こんにちは、おバカちゃん。私もバカよ。古いか、古いか。昭和のチャープリン。もう、わっけわかんない。人民のための、人民の、あ、そこそこ、あ、敏感大統領。これもあげるわ、これ。これあげる。もうあげる。もう漫画描こうと思ったけど、あげる。敏感大統領。人民民による、人民民のための、人民民による、セミ。あ、面白い。すごいね。民民民だ。はい、民民民。民民だって。はいはい。リンカーン大丈夫です。ありえない。リンカーン、そっち行きますか。はい。いや、いや、いや、回さないで、リンカーン大統領。あ、それもいいです。これもあげます。これもあげちゃった。はい、やった。やったじゃないですか。ラジオネーム、佐渡正さん。あ、これ、俺より先に寝るな。寝るな。佐渡正です。なんてよくない、これ。ね、猫ひろしさんに質問です。ごめんなさい。前にテレビで月収が150万円と言ってましたが、本当なんですか。あ、これですか。すごいね。これは、あの、嘘です。ちょっとシャレなんないじゃないですか、なんか。いや、もうシーンとしちゃったじゃないですか。いいんですかね、あの、本当のことを。いいですよ、全然。じゃあこれ言います、今。もう言っといてよ。爆弾発言やってください、爆弾。あの、
浅草キッドさんの番組です、はいはい、僕は昔から浅草キッドさんによくしていただいてまして、はいはい、であのその中でキッドさんによく振られるんで、はい、必ず何か、うん、すぐ答えろって言われてて、はい、でキッドさんにそれやれたら150万って答えろって言われたりとか、はい、彼女の名前はって言われたら岸田恵子って言えとか、あとあのどこに住んでるんだって言われたらあの何年間での裏って言えって言われて、あもう即答できるような訓練なんですね、はいはい、それで150万割とリアルな数字出ましたね、そこ。だから今500万にしようかなと思って。いっそのことね。いっそのことで、もっと大きく出とかないとね。割とリアルな。この間もそれ、あの、新宿ロフトでライブやってたら結構受けてたんですけど、うん、そしたら酔っ払ったお客さんが、うん、あいつ受けてるけど、給料150万だよって言ったらお客さんがみんなシーンってしちゃったんですよ。だから、あんまり良くないなって思いまして、ね。はい。リアルです。これは。リアルじゃないです。ジョークです。はい。ねえ、そういうのウロンちゃんいただきました。今声今日のギャラだから、ね、そう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 、やったー、ウロンちゃんがギャラ、ウーロンちゃん、ウーロンちゃん、ウーロンちゃん、ちょっとロバートとかとバグってないかそれ。あ、バグってます。ウーロンちゃんやってた、ウーロンちゃんやってました、バグってます。はいはい、あのトモグイです。あのどっちかにあれだからね、リスペクトしてるからね。そうだよね。あ、そうです。はい、いやそこはもうリスペクトはしてないっていうほうが、リスペクトしてないです。してない方がいいと思いますよ、はい、これからは、はい、うん、カバーです。はい、僕あの人のことをリスペクトしてませんっていう方が気持ちがいいですよ。、はい、リスペクトしてません。はい、はい、ありがとうございます。それでは、ジェコちゃん、あの告知などあれば。もうかよ、もう返したお前。いやいや、かわいそう、名古屋から来たのに。、はい、なんかやってくださいよ。あ、ネタ。ネタとかやります？あの、向こうにね、こっちのマイクだとすっごい割れるんですよ。でもね、もう疲れない程度でいいですよ。はい、もう疲れない、もう適当でいいです。わかりました。はい、もう適当です。よーし、王様ゲーム。じゃあ、俺、王様、じゃあ、5番と、7番が、ネッコヒーロセッ、ネッコヒーロセッ、よっしゃ、ネッコヒーロー、うるさーい、ひろしのギャグ100連発ほら、100回やらないとついに。どっちなんだろう、どっちなんだろう。じゃあ、お久しぶりです、三浦さん。猫みたいなひろしと、ひろしみたいな猫、うん、どっちがニャーですかね。だって答えたら怒られるんだぞ、どうせ。どうせ怒られるでしょ。猫みたいなヒロシ。どっちもニャーだよ。はい、ラッセラーこれだよ、やっぱり。ラッセラーラッセラーラッセラーうん、ポーツマスポーツマス、出た、ポーツマス、わけもわからず、使ってた、うるせえ、こんな感じです。ダダンダンダダンダダンダンダダンダダンダンダダンダンダ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 ンダダンダダンダンダダンダンダダンダダン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 だなぁ。はい、ラッセラー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 、うん、オホーツク、オホーツク、出た出た、以上です。以上、猫ひろしでした。おいやー、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 熱ーアンコール、これ、これ、これ一パックだから、アンコール、ひろきさん、アンコール、ひろきさん、ほら、一日で、よーい、ほら、あれ、ほら、あれ、脇から、チョコレート、いやいや、そんなじゃない、ん、脇から島倉チョコレート、いやいや違う、パチパチパンチのネタじゃないか。脇からチャーリーとチョコレート工場、いや違う違う、ん、脇からチョコレート、脇からチョコレートって脇が甘いよ、甘い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 、ファンとマイム、マイ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 、ファンと牛乳、はい、ラセラー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 、うん、ポートマスポートマス、以上です、編集者猫ひろしでした、にゃー。ちょっとみんまに腕上げましたね。腕上げたね。最後の最後のニャーっていう時の堂々とした態度ね。でね、昔はね、うん、昔はよくこの番組で、高円寺の外回りされて、ニャーとか言ったら怒られたもんでしたよね。怒られた。そうなんですよ、ね。この高円寺行ったら、はい、怒った人に会ったんです。嘘、あの、なんか道歩いてたら、怒られたよね。猫さん、覚えてますか、うん、いや、覚えてないですって言ったら、うん、あの、この間、あの、見る、あの、よく見るのラジオのやった時に、うん、怒ったものです。怒ったものです。怒ったものです。どうも怒られたものですと、言って、そのまま帰りましたけども、はい、今日聞いてもるかもしれないです。昔はよく怒られたもんでしたけどね、もう今は怒らないもん。もう怒らないよ。もう怒らない。もう怒られないのはいいけどさ、うん、マイクの使い方がさ、声が割れてます。舞台の人だからね、やっぱりね。すごい、ね。マイクいらない人なんでね。そうだよね、うん。マイクいらないのかもしれないですね、もうね。はい。ああ、マイク。あ、猫ちゃん今ね、はい、あれですよ。東京都写真美術館って言って、あ、そうです。あそこに、あの、安西さんと猫ちゃんの写真が飾ってありますよ。はい。
眉毛がそっくりなんだよ。この飲み屋のエイトで撮った写真が。あとの人の出品作品、アメリカ人とか、はい、フランス人とかなんだ、はい、そのときに猫ちゃんと安西さんの写真がドーンと飾ってあるの。それは面白いよ。びっくりしてると思うよ。 ありがとうございます、はい、必ず行かせていただいて、もうついに写真会にも乗り出しちゃったから。やったー、乗り出しちゃった。やっちゃってるからね、はい、よし、じゃあ行くぞ。よっしゃ、よっしゃ。続けてるよ。どこに行くんだよ。曖昧だな、曖昧な旅立ちだね。ラジオネームレッドアロアナさん、よっしゃ、ありがとう。最近の猫ひろしさんに一言。説教だ。やったやっと来た、やっと来たね。よし、やってきた、説教しちゃって。ジジイブーさんをテレビに出しすぎ。はい、昔はもう出られないタイプの人だったけどね。今時代変わってきた。頼っちゃダメよ、うん、あくまで付き人でしょうが、うん、踏み台にされてブレイクしたら体虚しいぞ。でも踏み台になる前に多分死ぬと思うんで大丈夫。あ、もう、はい、大丈夫です、はい。ボムスがヒットした時の平家道代の二の舞だぞ、うん、あ、まあ、あの、耐えてるんですか最近は。はい。もう、あの、死ぬ前に使っとこうってことですか。そうです。いっぱい、はい、あの、出すも、あるものは全部使おうと思ってタイプなんで。まあ、はい、ここの放送も一回、ね、録音の時に、はい、あの、ジジブーさんも特集しようと思って。特集で。あれ、40分ぐらい喋りましたよね。使えたの10分ですよ。はい。カラス食ったらしたらダメ。ダメ。やっぱり放送乗らないみたい、ああいうこと。はい、ダメだと思って。難しいみたい、うん。やっぱりこういうの話はロフトプラスワンだけですよ、別にみたいね。はい。続きまして、ラジオネームミッフィーさん、うん、ちくりですね。先日のダウンタウンデラックスにおいて、うん、あら、はい、猫ちゃんは明らかに調子に乗っていました。うそ、何よ、死ねばいいのにって書いてないそこに。うん、そう、調子に乗ってた、調子に乗ってたっていうか、あ、緊張をしておりました。あら、多分、はい、そうなんですか。はい、あれ、あれ、調子に乗って何か、あ、調子に乗りました。ブブーブブーブブーバー、交通事故には気をつけてください。いや、ありがとうございます。はい、交通、あの、トラック運転手の人とかいっぱいいるんで、はい、はい、いや、いっぱいいるんでって昔からいっぱいいるんで、はいはい、いや、今このラジオ夜だから、あ、聞いてくださってる人が、はい、あ、なるほど、はい、交通安全はちゃんと守ろうぜっていうことですよね。はい、守ろうぜ、はい、どうだ、昨日レンジャーからのダウンタウンの2人はどうだったんですか、それ。あ、見たの初めてだったんで。見たって銅像とかじゃないんだよ。いやでも生きてたでしょ。そう、生きても生きてたでしょ、あの人ら。声が大きかったですね。声が大きかった。本当、普段の時から。あ、そうですか。面白い人は大きいんだなと思って。そうなんですよね。面白い人って、うん、昔は大きかったんですよ。そうなの、声がね、うん、お釈迦さんってね、はい、3メートルあったんですよ、話によると、うん、はい、やっぱりね、面白い人は大きいんですよ、うん、やばい、やっぱりそのでかい人が言うから、はい、人が聞いたりするわけじゃないですか、はい、今変わったね、猫ちゃんが、時代は変わった、小さいとこからバンと言うからね、オミニマム、オミニマム、オミニマム、オレーデリー、はい、言えてないじゃん、オレーデリー、はい、お、また次々来てるね、ラジオネーム、猫パンチ佐藤さんから、はい、ありがとうございます。おい、猫ひろし、おった、はい、言った、はい、調子出てきたね、調子出てきた。番組の企画で皮を取り上がって、うん、はい、三浦さんや全国のタートルネックリスナーを下に見てるのか。そうだ、はい、そうだね。ある日ね、夜中飲んでたらね、猫ちゃんからメールが来たんですよ、うんうん、なんだろうと思ったら社名でさ、はい、ずーっと見たらさ、まずなんかこう試験管みたいなやつのとこに、はい、ビーカーみたいなとこに変なものが入ってるんだけど、よくわかんないんですよ、ホルマリン漬けみたいになってて、で次見たらこうこう、こう、パンツのところに手をやってる写真が出てきて、こう、切っちゃったわけですか。あ、切りました、完全に。切ったんですか。で、3日ぐらい前に、完全に抜歯も済みました。嘘、あの、最後の糸が、あの、鍋屋岩さん家に行ってて、うんうん、マラソンした後にお風呂借りてたんです。うん、で最後洗ってたら、糸が残ってたんです。そう、はい、糸ってあれだんだん浮いてきて抜けるでしょ。そうです、あの、肉が盛り上がってって。そうなんです。でも油断してたらまた皮が生えてくるでしょ。え、ですか。いや、わかんない。だって、いや、痛かったんで。だってそれは嫌だなと。ダイエットだってリバウンドっていうのがあるでしょ。はい、ダイエットだってまた太る可能性があるように、包茎手術したからって言ってまた皮が増えてくることだってあるんじゃないですか。ああ、そうなんですか。それは考えてなかったですよ、ね。そうですか。ほんで今はズル向けなんですね。今ズル向けです。そう。あ、なんか南米の、あ、全然いいですよ。いいですか。あ
あ、でも抜けてるけど、ちょっと、ちょっと皮があるよ。寒いからなんです、寒いから。いや、それ油断したらダメだよ。また皮が。あ、ほんとだ。黒いね。あ、ツートンカラーなんですよ。はい、なんでそんなチンポ黒いの？すっごい黒いじゃん。明らかに。ものすげえ使ってるでしょ。カラリーのやりすぎです。はい。黒っ、はい、え、でも、はい、なんかあれですよ、太い、はい、あのゴムバンドみたいになってません？そうなんです、顔がやっぱりちょっと手を加えたんで、そうでしょ、はい、それでは、ここで1曲いらない、はい、曲を紹介してください。ホケシュズさん、はい、あ、そうか、アンドロメダの異星人、青木愛さんです。
101.3 FM Stereo。この夏最大級の話題作シザーハンズ、ハサミの手を持つ青年の悲しくも美しい愛の偶話、傑作ファンタジー映画シザーハンズが奇才演出家マシュー・ボーンの手でダンスミュージカルになった。 J-WEB 公演シザーハンズ、8月16日から9月3日まで五反田 U ポート簡易保険ホール。お問い合わせはホリプロチケットセンター 03-3490-4949。フリーテンポナビゲーターの中山千穂子です。春ですね。3月19日はミュージックの日。そんなわけで今週のフリーボードのテーマは、春のテーマソングを送ってください。フリーテンポは日曜日の朝9時スタート。あなたにとっての春のテーマソング、一体どんな曲でしょうか。スペシャルサタデーナイト、ジュン・ミウラアンハジメ・アンザイ 81.3J-WAVE GOLDEN TIME。 はい、本当はですね、はい、ここで、猫ひろしさんに、ギャグあげるのコーナー。やったー、おかちょうだい、25日までちょうだい、ギャグ商店には全部ちょうだい。今だいたい振り込みだけど、チョコもらえるからね。あ、取っ払いでギャグもらえちゃうから、今日は取っ払いだよ。世界中のみんな、みんなの生活費をオラにくれ。はいよ、どうぞ。有限会社ガッパイさんがいただきました。ひろし、猫ひろしにギャグ投げるのコーナー。やった、作ってないしね、そのコーナー。はい、どうぞ。しこるでしかし。しこるでしかしやね、言い方としては。しこるでしかし。しこるでしかし。しこるでしかし、面白い。しこるでしかし、行こうか。いただきます。これもいただきます。いっぱい。こんなのも書いてあるんですけど、ね、ジジブさんちょっとメモしてもらいます。今日のほら、登録のテープもらって。お願いします。うん、はい。スウェーデン、スウェーデン、スウェーデン、デンデンデデン、フリーセックス。ああ。しゃれなんねえよ、そんなもん。いいですね、というわけで、はい、もうこういうコーナーも、こういうコーナーも出たもんですからね。はい。なるほどね。どんどん送ってください、ね。はい、もう今なら間に合います。間に合います。はい、もう明日のステージに間に合いますんで、猫ちゃんのね。明日も。はい、明日そういうステージもね。ラジオネームホヤさん。うん。スーベニールズの話。うん。来ましたんですよ、うん、いいですか、はい、私も気になってました、うん、メンバーの杉作 J 太郎さんがあるラジオ番組に出演された時、うん、スーベニールズはどうなっているのかのメールを送り読まれたのですが、うん、映画の話をされて終わりました。杉作さんには言ってないと思うよ、それ、うん、そうだね、言わなかったと思う、うん、黙ってたと思う、メンバーに入ってること、うん、キッチン用品で防具をしたり、猫ちゃんは確実に入ってたもん。ね、うん。そうですよ。入ってた。一番。野球の。一番、一番します。うん。キャッチャーは兜を着用したりとか、いう話をしていたのを覚えてます。とても気になります。ありましたね。そういうことね。はい。はい。待ってる方がたくさんいるみたいです。うん、こちらはですね、TR2 の頃の話ですが、うん、レッドアロアナさん。はい、ありがとうございます。ランジェリーファイルとか。ランジェリーファイルあったね。なんとかボックスとかあったじゃないですか。あった。あったわ、それ。あ、その頃、ランジェリーが好きだった。そう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 、ランジェリー、ランジェリー、ジェリー、藤尾っていう歌もあげる。もう前いただきました。前酔っ払ってた。酔っ払ってた。ランジェリー、藤尾。ランジェリー、藤尾。いいもん。ランジェリー、藤尾。これ面白い。あと、ランジェリー、ランジェリーっていうのも。ランジェリー、ランジェリー。あげちゃったか。あげちゃった。なんか最近ネタが薄いなと思ってたら、全部あげちゃった。そうだと思う。なるほどね。はい、来週在庫一掃大放出プレイお願いします。オッケー、ということで頑張りますよ。持ってきますよ。はい、ありがとうございます。そうしたら、コーナー一緒にやってみましょうか。いや、コーナーの途中でも猫ちゃんに説教があったら送ってもらったらよ。はい、口を読みますんで。はい、まずはこっちの、うん、どうぞ。コーナー接続弁。うん。まあ、ほら、おねじめねじとか、これも。はい、ネタあげる。あ、やった。おねじめねじ。はい。あ、いただきます。いただきます。はい。おねじめねじも。おねじめねじ。うん。おねじ。それからは？うん。おやじ。よっしゃ。今何時？よっしゃ。はい。よし。おねじめねじにしてね。あ、うん、こう。ほら。おねじめねじだから。ネジの種類だから。あ、はい。あ、和の方がめねじって言うんですよ、あれ。女のネジですよ。ほんで棒の方が男ですよ。はい、おねじって言うんですよ。あ、よこんな言葉。流行らせたらダメでしょ、世の中普通に使ってんですよ。
まあ、ちょっとおねじ取れとか、はい、おねじ取れとか言ってるんですよ。これは不届きなやつがいるもんですね。ということはセックスした時に、はい、男は回転していかないと中に入っていかないんですよ、はい、まあはい、でもなんかイギリスっていうか、まあ、英語でははめることをスクリューって言いますよね。スクリューっていう、だからやっぱこうねじ込むっていう感じなんですかね。ほぼ前封建の曲スクリューチンポって曲やられた、今すごくなんか優越感あって言うと表現の時ってなんか軽く言ったけど一段高いところからしてるよ今このスタジオの中に方形が一人います。誰でしょう。ドゥルル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 ルあ、絡まなくなりました。昔はね、絡まん坊ですね。ね、よく絡んだもんですよね。ね、昔はよく絡まんちょです。絡まんちょですからね。わかりました。チンカスには気をつけてください。はい。チンカスは、はい、もう大変ですよって僕教えてもらいました。飲み屋で。はい。チンカス止めて、エッチはやってはいけませんって、はい、僕、ね、ピシッと言われました。はい。はいはい、ピシッピシッはい、まずはこちらから参りましょう、うん、ラジオネーム、まあ、接続部さん、接続部さん、コーナー名が、まあ、ラジオネーム、ね、音楽家のドビュッシー、ドビュッシーダメだこれもあるよ、ドビュッシー、これも行こう、はい、ドビュッシーは一番よくベン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 ドビュッシーみたいな、あ、いただきます、ドビュッシー、ドビュッシー、辛いやん、ちょっと何引かれてたか分かんない出しすぎバッハバッハバッハラジオネーム、ゲッツ石松さん、ありがとうございます。ズームインスーパーの、ズームインスーパーの、辛坊治郎、あ、辛坊さん、いるいるいる、ちょっと関西弁の人でしょ、辛坊さんでしょ、チンポチローに聞こえてしまい、朝っぱらから他にズームインするとやばいです。なるほど、ね、それはいかん。それはいかん。その人出すのやめよう、もう朝から。そういうことじゃないですか、朝からだから、ね、そのぐらい元気があった方がいいんじゃないでしょうか。ね、はい。もう一ついっちゃいましょう。どうぞ。石島さん。ゲームの。ゲームの。プレイステーションは、先生、うん、駅の中でエッチしてそうでやばいです。プレイステーション。なるほど。プレイングマネージャー、プレステっていう響きがもうなんかやり捨てみたいな感じでね、ちょっと良くない感じ、捨てが良くないと思う、やり捨てだもんね、やり捨てはね、うん、確かにそうですね、はい、ありがとうございます。続きまして、うん、ラジオネームガッタ長瀬さん、よいしょ、ありがとう。起き上がりこぼし、起き上がりこぼし、こぶしでしょ、こぼしだっけ、はい、あれこぼしでしたっけ、起き上がってからこぼしちゃうのはこの世の中ではチンポしかありません。え、どういう、ああ、まあそうですよね。起き上がってからこぼしちゃうのはね。こぼしますよね。起き上がり方にもいろいろあるけどね。なるほど。ね、はい、ハルンケアの線であるじゃないですか。はい。こう、獅子落とし。はいはい、獅子落とし。あれもネタになるんじゃないですか。うん。獅子落とし。あ、コーンコーン、 コーンみたいな。はい。こう、獅子。人間獅子落としみたいな、はい、まあ昔だったらテントさんがやりそうなネタだけど、はい、あ、コーンコーンみたいな、コーンコーン、ちなみにコーンはコーンじゃないんですか、上上がってたらどっちに、どんどん溜まってきてコーンですよ、ですよあれ、はい、うん、そうですよ、それチャンチャ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 コーンですよね、うん、コーンですよ、あ、それもいただきます。コーン、続きまして、おちんちんがなんとかなんとかなん、あ、ごめんなさい、あの物まね失敗しました、本命大優の物まね失敗しました、どうぞ。ラジオネーム童貞侍、テコンドー、テコンドーはダメだな、手でコンドーもつけている感じの接続部だと思います、そらそうだ、テコンドー、コンドームつうのは、はい、あのこういきなり使うでしょ、あれどういうことなんですか、はいはいはい、タンポンっつうのはこういろいろ見てやるでしょ、まあそれ確認しながら、ね、で女の人は小学校の時俺らが野球してた時映画見たじゃないですか、はい、何でしたっけあれいろいろ映画見てるじゃないですか、はい、特別ね、特別の特別公開ね、でも僕らは野球してたから分かんなかったけども、はいはい、コンドームを童貞で喪失する時に使えないですよね、そんないきなりあんなもん、あ、分からない、パッと与えられたってね、うん、はい、なんであのお茶のペットボトルとかにつけないんですかね、うん、こう馴染んどけば、うん、こういざという時に焦らないじゃないですか、うん、はいはいはい、あれどうしたんですか、初めは昔どうやってつけました、すごい説明書がついてませんでした、
今度もついてましたよね。すごいね、長々とした説明書がついてましたよ。そんなもん、もう暗がりにしてるし、メガネ外してるわけですよ。読めないんですよ、それ。どうしたんですか、一番初めの時、コンドームつけて。その説明書を僕は読みましたよ。あ、ちょっと、こう、おっぱいとか触って、女の子が、あーってなってる時に、電気つけて、ずーっと説明書読んでたんですよ。ずーっと説明書読んだんですか。先に読んどくものなんですか。すいません、はい、もうね、気持ちが先行っちゃってたもんで、はい、コンドームだけ買いに行ったんですよ。コンドームを買いに、コンドームだけを研究しようと思って、コンドームを見たらエッチな気持ちになるんじゃないかと。いや、もうあの箱落ちてきただけでもうピンピンだったじゃないですか。ビニボンを買うような気持ちでもちろんコンドームを買ったんですよ。あのちょっと錆びた自動販売機でしょ、はいはい、必ず錆びてるんですよ、ね、だから一人で部屋にこもって、うん、コンドームは研究したんですか。そう、開けて、はい、つけました。つけました。こんなになってんだあのとこキュッとほら精液ダメっつうんですか、はいはいはい、あれをキュッと空気入らないようにしなきゃなんないじゃないですか。それがねなんかね難しいですか。細かくしないと、はい、こう空気がスーッと抜けてる、膨らんじゃうんですよ。また空気が溜まっちゃうんですよ、はい、うんうん、キュッとしないと、はい、でキュッとやってば、いやみんな知ってますよ。そんな説明されなくてもみんな知ってますよ。つけたことありますから、はい、で、あそこねキュッとしろって書いてあったんですよ。ひねったんですか。ひねれって書いてあったんですよ、はい、じゃーっと水が出るじゃないですか。ひねったらこう中身までひねってしまって痛い。あの唇がプクンとなったようなってことでしょ、はいはい、あれひねちゃったんですか。腫れてました赤く。あら、そこは入れちゃダメですよ。あの唇もプレンって出てるあれなんなんですか。松本清張みたいになってる祈祷の先端。あれは何なんですかね。あれ何の役に立つんですか。あれはやっぱりこうなってるじゃないですか。あのジョロジョロジョロっていう時のこう男がいいようになってるんじゃないですかね、うん、こういい感じにこう出るようにあ、ビールの継ぎ口みたいな感じ。ビールのところも何もこういらないじゃないですか。何にもこうなくてもいいのにこうぷっくりしてるんじゃないですか。あれキレがいいんじゃないですか。なるほど。一番初めうまくつけられたんですか。今度は僕あのお店だったんで女の人にやってもらいました。はい、はい、それは良かったですね、はい、僕あれ何ですか。あの口入れるタイプの方ですか。あ、口でやってもらいました。あれはすごいよね。あれすごいです。口の中にコンドーム入れてつけてくれるんだもんね。何がするんだろうと思って。あれは何、あれあれはすごいね。ねえ、あんなんできんだね。ということは女の人の口に指でも入れたらもっとサックがついて帰ってくるってことですよね。ね、何でも何個入ってるんですか口に。何個入れてる。12個ぐらい入ってるんですかあれ、はい。すごいですよね。あれはあのトランプ出すよりすごいよね。いやもう、はい、ね、藤井さんよりすごいですね。クイズだよねあれね。あ、なるほどな。教えてもらえばいいのか。そうなんですよ。続きまして、はい、運営会社カッパや、うん。ありがとうございます。ニジマス。ニジマスはマスを描いていたら湯気が立って虹ができるみたいで美しいな。い思わないけど全然思わないけどもマス釣りとかまずいよね。池田マスオとかまずかったもん。初めからよ。もうお亡くなりになったけどもうマスオっていうのだけでマスオさんなんて。マスオさん、マスオさんはやばいよね。マスオさんやばいよ。マスオさんっていう名前がかえってこうなんか寂しさを出してるのかもしれないね。あ、マスばっかりやってサザエさんとやれないからそうだよね。でもサザエさんとはやりたくないなあんまり。それでは一曲聴いていただきましょう。はい、どうぞ。ですね、うん、なんだっけ、あれですよ、メンズファイブの。メンズファイブ。淡路さん、淡谷さんじ。友達なのにちゃんと言ってくださいよ、名前。淡谷さんじ。君彦君。と、あと、ボヨヨン、ボヨヨン44、ボンボヨヨンさん。そんな、メンバーの名前も分かんないの書けないでくださいよ、もう。それに、うん、その二人に、あと、まだ誰かつってあの、ビンゴボンゴに、うん、いた藤井千佳ちゃんっていう女の子のボーカルの人、はい、3人を中心にして作った、うん、カミングスーンっていうバンドなんです。なんか、新しいことをやってるらしいので、この間も。よく洋品とか見るとさ、洋品っていう、洋物のエロビデオ。カミングスーンって言うでしょ。カミングスーンって俺ハワイでずーっとそればっかり見て。もうチンプ痛くなるぐらいずーっと全部エロビデオ見たからハワイでやることないから。カミングスーンって言うんだよね。企業夜9時、この後すぐ、カミングスーン。違うじゃん。それはエロじゃない。外人って、って言うね。あのシャンプーの宣伝みたいなことになってるのって、ね、あのなんかこうね、うん、まあいいや、あ、というわけで、はい、そのカミングスーンの新曲出来たてほやほや、ファンキーファンキーナイト行きましょうか。はい、いやなんかのこちゃんも大変ですね。
何が伊豆監督のね。あ、監督のやっちゃったの。やっちゃいました。やっちゃいました。やっちゃいま映画に出れるんじゃないかなって。もうめちゃめちゃだな。はい。よ。はい。それでは。レゴジロさんの説教コーナーか下げるネタのコーナーやったやった取っ払い取っ払いさあこれ通帳いっぱいですよもうパンパンラジオネームズミムラ正則さんズミムラズミムラズミムラパパパヤアバラヤいや違いますアバラヤちょっと面白かったエルビスニプレスリープレスニプレスリー入りました入っ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 た、はい、じゃあそれはラミテンダーニプレスリーが言う、はい、安岡力也さんみたいに歌います。ああそうですね、はい、あのいつもあのオールナイトの最後はね、はい、やっぱりやります、ね、プレスリー、はい、続きまして、うん、ジャスミン女子さんから、はい、ネタまた来ました。もちろんやったネタやった猫ちゃんのネタをあげるコーナー年内持つぞこれで。あばらや。パンツのゴムがビヨンセ。ビヨンセ。入りました。これも入った。これも入った。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 早いな。入りますね。ビヨンセ。はい。終わりました。ありがとうございます。まだまだまだ募集しております。はい。よろしくお願いします。時折紹介します。はい。時と三郎。サブローなんです。ああ、いい。これどうですか？いいね、いいね、いいね。ドキとサブローなんですね。今度を向かってこいよと。ああ、うまいな。俺らの時はね、おめえこの間掃除したけなんていうの流行った関西ではね。どうでもいいんですけど。すいません。どうこちら参りましょう。マシに説教。よっしゃ。もう最後説教してやれ。キュートーン。いや、盛り上がったね。花火が、花火が上がった、花火が上がった。グッサンとは違うね。ドーンドルルルル。お化けじゃないぞ。はい。なるほど。ラジオネームパンチョ丸見えさん。いただきました。無心説教。よっしゃ。おい。おい。サブラとかフラッシュとか、グラビア満載の雑誌。おまけに DVD 入れるな。いやそうだよ、 DVD 入ってんだよあれ、うん、あれ、あの燃えるゴミと燃えないゴミの時分けなきゃなんないとあれ、うん、捨てる時はなるほどね、硬いんだよ背が、ね、背中が硬いんでちょっと、うん、あれが挟まってると雑誌が曲がらないから、うん、ペラペラってできなくなっちゃうじゃないか。あのビニール貼らそうとしてんだろ、うん、あビニール貼らそうとしてる、買う気のないものの立ち読みを邪魔すんじゃない。なるほどね、そうだね、そうなりますね、はい、感心してどうするの。いやいや自分のネタじゃないと興味がすいません、いや薄くなるね、こうやって見ておかないといけないなって。そうですよ、ね、いろいろなものに対してそんなもん僕も怒りますよ、いろいろ怒ってくださいよ。チキショーショーラジオネームチキショーだってね、あのね小梅大夫ね、あそうです、チキショーです、チキショーだってね、はい、どうぞ。明日会うそうですよ、チキショービートたけし、はい、ラジオネーム一応踊れる方の泉、うん、おい、おい、エアコン。おっと大きく出たね、エアコン。お前リモコンなくしたらどうにもできないだろ。そりゃそうだ。テレビを見習って本体でも操作できるようにしろ。あ、ついてないんだよねエアコンって。なんかこう、こう電波が飛んで、こうなんかこう薄いとこあるだろ。なんかこの薄皮みたいなとこ。はいはい、こうなってる薄い、あの窓についてる。窓の薄皮みたいなやつ。はいはい、ね、うん、痛そうじゃない、触るとあんまり。薄い皮の。あの、セロテープ貼ってみたいなとこ。あそこでしかもう操作できないの、エアコン。でもなんか最近、あの、いろいろオールマイティーにできるリモコンって売ってるでしょ。あ、できたんですか、何でもですか。なんかいろいろこうやってピッてやるとできるようなやつ。そう、女の人と足開いたり。いや、そんなリモコンはないでしょ。あ、そうなんですか。こんなリモコン。そんなリモコン欲しい。そんなリモコンあったら大変じゃないですか、あちこちで。ピーって開き出しちゃって。でチンチンなってきたり。いやいや、ないんですか、そういうリモコン。人の立たせて何が面白いの。いや、これ、いや、人を立たせた口じゃないですか、安西さん。いやいや、このエロ話で俺を立たせたじゃないですか。別に面白くないんですよ、それは。そうですか。そういうリモコン、秋葉原売ってないんですか、人のチンポ立たせたり。いや、ないです。濡れさせたりするようなリモコン。あるかもしれませんね。売ってます。売ってますね。売ってますね。2階で売ってます。あ、そうです。2階ですか。どこじゃ。いいくくりだな、その2階。はい、どうぞ。ギッチします。うん、ありがとうございます。さあ。おい。おい。オスを表す記号。オスを表す記号っていうのは、あれだ。丸書いて、あの、銃だ。お前矢印、矢印の方だ、ごめんごめん、矢印上にピーンと上に上げやって、あれはチンポのことだよね、
押すってほら丸書いてこうピンってなってる矢印が押すだよね。はい、そうです。押すはいつも勃起してると勘違いされちゃうだろ。そりゃそうだ。じいさんなんて一年中流れたままなの。もっと工夫して気をかけギュって逆にすればいいじゃんね。あの矢印みたいになっててさ抜けないようになってんだよねあれ。エラが張ってると、はいはいはい、ただ二角さんとか入るともう抜けないから、ね、エラ張ってる人エラ入ってる人ね。入ったらダメじゃんなとか。でも動物のってあるんですよ。よくそうやってこう逆にこう、うん、あのいわゆるこうなんちゅうさ、ああいう狩がついてるこう、はい、あの抜けないようになってるのあるんですよ。いや人間だってそうじゃないですか。あ、まあそうですけど、うんうん、もっと激しくこうついてるやつはバーンと風が開くんですよ中で。はあ。離れないっていう風になるから。なるほどね。何ってわけじゃないですよ。はい、どうぞ。続きまして、はい、どうぞ。ラジオネーム、予言会社カッパ、うん、ありがとうございます。おい、はい、や強盗のニュース。強盗のニュース、大きく出たね。またこれ強盗のニュース、いつもいつもバルのようなものでこじ開けられた。バルのようなものでバルのようなもので言ってよ。バルだよ、ね、もうバルでいい。バルに決定。ようなものをいちいちつけるな。耳障りだ。バルってあれ何なんなの。バールって前から言うけどさ、バールでしょ。バールってなんだよ。こういうやつじゃないですか。キュッと、バール三兄弟。なるほど。これです。あ、そんなことか。それ釘抜きみたいなやつ。そう。あ、曲がってるやつ。バールのさ、キッポはちょっと割れててチンポみたいだなって。いや、これちょっと。俺はね、あの先はこくっとこうやるのいいと思うんだ。女の人に。意味が分かんない。ほら、あの。こう凍っちゃったりしたらさ、凍ったらここでギュッとこう引けばこう取れるぞ。もうほっといて。そういうのあったね、落語でなんか。あったね。しょんべんやってるのあったさ。買っちゃうやつ、ね。六代目小学校があの得意だったやつ。あのおしっこしながらトンカチで叩いてんだけど、女の人はどうすんだっていう釘抜きを持ってるやつあったけど。バカだなと思ってたんだ。ということで、夜のプログレタイムが待ってやってきました。はい。はい、あのプログレッシュブロックなんて言ってね、皆さんもうご存知ないかもしれないけど、その頃は進歩してるなんていうプログレなんて言われてたけど、もう何も進歩しないことで、はい。あのピンクロイドのこれはですね、あのブッチャーのテーマにもなった。うん、アブドラザブッチャーのテーマになった。吹けよ風呼びよ嵐放題。One of These Days 聞いてください。途中まで。君は夜を。まるで旅をするように歌を歌いギターを弾く大畑雄一待望のワンマンライブ決定。 J-WAVE 主催大畑雄一2つの朝ツアー5月27日土曜日東京キネマクラブ。大畑雄一、お問い合わせはホットスタッフ 03-5720-9999。別所哲也です。望月玲です。毎週日曜夜9時からは東京の1週間の一番楽しい遊び方を教えする森ビルプレゼンツ東京コンシェルジュ。今週のゲストは元日本代表の井原正巳さん。3ヶ月後に迫ったドイツ大会についてたっぷりお話を伺います。さらに最新ゴルフシミュレーターの体験リポートもありますよ。お楽しみに。J-WAVE Golden Time。 はい、リュウ哲也です。奥飛騨墓場よろしくお願いします。どうも、木村海来です。リュウはリュウはって言いにくいよね。猫ひろしにギャグをあげるコーナー。また入った、また一点入った、また一点入った。いや、まだ聞かないとわからないですね。そうですね、入ってないの。厳しくなってきた。なんだ、ラジオネーム、みかん星人さん、ありがとうございます。いい寸欲。え？いい寸欲。いい寸欲。入りました。入った。これも入った。猫入った。猫入った。前入った、頑張れ。猫入った。続きまして。はいよ。猫ひろしにネタあげるコーナー。ラジオネーム、デュラム小麦のセモリア。うん。はい。セモリナ。うん。忘れないでお金よりも大切なものはないと歌いながらディックを強調する。いやこれは宣伝じゃんな。まあ言えばな。そうですよね。
入りました。入りました。これも入ったか。これでも入ったんだ。早いなぁ。わかりました。それではこちらのコーナーもありました。ゆうたけ漫画道中。よっしゃ。よっしゃ。今日はどうなの。あの少年ジンジンもね、もうだんだんあの少年ジンボが来たよもう。うん。大丈夫かなこれ。うん。なんですよね。なんか有能な漫画家はいないのかねこれ。いやでも、うん、まあ先週もだいぶいたと思うんですけども、編集長好みのやつ、うん、でちょっとここは強化しなきゃいけないってことで、うん、新しいバイト入れました。あ、バイト、はい、バイト猫です。あ、にゃー、今なんか売れてるらしいね。知ってるよ、よく見てるよ。あ、わかりました。あ、わかりました。どうもにゃー。表紙行くか。表紙やりますか。月刊少年チンチンの表紙だから、包茎手術した後のおやつをダンと、ね、うん、一コア向けてすいません。一コア向けてすいません。キャッチコピー行こう。うまいうまい。これですね、もう林家三品以来ですね。どうもすいません。はい、それでは早速紹介して。いやいやいや、林家三品これ曲げるわ。あ、これ曲げる。桂三品、うん、これあげる。ワンツーサンピー。ラジオネーム、ひっかきぼっちゃん。ひっかきぼっちゃん、はい、どうなの今度の漫画は。ひっかきぼっちゃんっていうペンネームがいい。まあね、まあこれから伸びる名前だね、うん、オナバウアオナバウア。オナバウア、これは行こうとしてるね、これは。どこですかね、お前のタイトル。ということはどういう、のけぞりながら、こう、手を、股間に回すってことですか。股間に回して、こうでしょうね。ということは、こう、でそのままツーエビ取りで、こう、ケツからこう、はい、玉袋をこう行くっていうことですかね。じゃないですかね。はあ、反りながらですか。反りながら。でも、逆の手で前も抑えられますしね。なるほどね。それでも全員にこう見せて回れますね。ベッドでやるときはどうしてる皆さんは。だから何ですか、枕とかかまします背中に。オナバウア。あ、オナバウアです、ね。オナバウアするときあるじゃないですか。はい、あ、で何か背もたれがないと落ち着かないことないですか。はいはいはい、あ、ま、首に やって。あ、もうあの飛行機に乗ったみたいな感じで。そう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 、はいはいはい、はい、エアプレーンオナニーね。はい、そうです。あ、エアプレーンオナニー。エアプレーンオナニー。これね、足に何かがね当たると嫌なんですよ。え、気になって、そんなことないですか。あ、ここに、まあ、テレビあるでしょ、はい、目の前に、はい、でこう床じゃないですか、はい、床に何かがね触ったりするとね、こう集中できないんですよ。だから、ね、全部のけるんですよ、はい、とりあえず全部のけて出るんですよ。全部溶けてるんですよ。足がブラブラーンとした状態。だからうちの事務所来てもらったわけだけど、妙に片付いてるとこあるでしょ。あそこで足のせいで。あの、足の指輪もない事務所が、綺麗になってる時はありますか、はい、あるでしょ。その時はもう、はい、あの、足をこう。音浴してるわけですよ。そうで、はい、音浴で。音速、うん、音速とかどうなんですかね。音速しながらオナっていうのはどうなんですか。音速、こう汗がダーッと出てきていいんじゃないですかね。いいか、健康に。ホットヨガみたいな。ホットナみたいな。ホットナ。ホットナ。うん、いいんじゃないですかね。うん。いやいや、もう終わっちゃった話。編集長。はいよ。もうちょっといい作品募集してんだから。先週も来たかもしれませんが、有限会社合併っていう。うん。はい、ちょっと有能な、まあ、有能な漫画家だね。うん。持ち込みで。もう来ました。持ち込み。どんなタイトルかな。ハミゲのアン。ハミゲのアン。ハミゲのアン。なんだか引っかかるタイトルだな、それちょっと。ハミゲの。ハミに引っかかったよ、俺は。マジなよ。ハミゲってどういうことなの。ハミゲ、どういう状態なんですか。ハミゲっていうのはどういうこと。ハミゲっていうのは、うん、はみ出してるってことですね。そうじゃないですかね。ああ、なるほど。隠してるのに、うん、ちょっとチラッと見えてるんじゃないですか。ハミゲっていうのは。はい、その大量じゃないですかね。大量出た時はハミゲのチャンピオンって。ハミゲのチャンピオン。はみ出しチャンピオンです。あ、うまい。はみ出しチャンピオン。はい。僕はハミ出しタンポンです。なるほど。あ、すいません。いやいいです。僕も大したネタ言うんで倒れない。お互い何言ってるんです。昔江ノ島にね、はい、伊集院光っていう人と行ったんですよ。その時もう泳ぐのも嫌だし、その時山田五郎さんはもうバナナボート乗って嬉しそうに泳いでたけど、何も行きたくないんでボーっとしてて、落語を考えようってことで、古典落語を新作で、はい、古典っぽい落語を考えようってことで。あの堤防屋っていうのをちょっと考えたんですよ。でこう浜辺のとこでね、いろいろこうあの水着着てる女の人に「堤防屋でございます」「堤防屋でございます」って言って、こうちょっとこうはみ出してる人をこう剃っていく
下刈り半次郎的な低門屋でございます低門屋でございますこれまあ割と米朝一門の喋り口なんですけどこれもあげるもう低門屋も低門屋でございますこんにちはこんにちは低門屋でございます低門屋でございますこの米朝落語をこうネタに持ってくるのはどうですか新しい。いいです、はい。なかったんで今まで。はい、そういう、なんか、裏と表みたいな。はい。入りました。入りました。デモ屋入った。やった。僕はもらっちゃいました。はい。デモ屋どうぞ。それで、次、はい、続きまして。はい。どんな作品なんですか、うん、こちらはですね、月追始末。月追始末。有能な作家だね。はい。悪目川龍之介。悪目川龍之介。面白いじゃん。どうですか。あれどういう。あ、うん、悪目の悪目の好き。っていうことは、年しゅんとかそういうことだよね。やっぱあの花とか花とかいうことだね。もう読まないや長介に。あ、悪目の悪目ね。ああ、なるほどね。これは入らなかったみたいな。入りました。入りました。メコン川。さあ。続きまして、ゲッツします、うん。もう一作ありました。あ、はい、ちょっと押しとくわよ、その新作が。新作。うん。ダニアース・ウィンド&ファイヤー。ダニアース・ウィンド&ファイヤー。なるほどね。何回も口を酸っぱくここの番組で言ったけど、はい、野坂さんの後に俺に来ないよ、CM が。ダニアースのコマーシャルやりたいのに、それだけやって死んだよ、俺。俺を畳みかぶらせてくれ、頼むから、お願いしますわ。なるほど。ということで、うん、ダニー。アース入りました。こんなも入ったの。はい。こんなも入っちゃった。ダニーアースシェイカーってのがありましたけど。あ、それもいいですか。ダニーアースシェイカー両方とも入りました。もともとアースシェイカーっていうのはあんまり知らないでしょ。あ、全く知らない。ケイよケイ取りました。どうぞ。続きまして、ラジオネームドテ侍。うん。ドテ侍いい作品かもしれないね。ドテ侍ですね。サンマのスーパーいじくりテレビ。はい。おもろい。おもろいで、これ。ラジオネーム、うん、アズーリさん。うん、アズーリさん、ありがとうございます。なんか結構大作書く。大作ですか。漫画なんですよ、うん。はい。どんなタイトルですか。アナルからの脱出。これ先週待ってたゲストで似たような気がしますよ。アナルカナルタカ。アナルカナル。入りました。入りました。続きまして、ラジオで安西八兵衛。こっちもうっかりだ。ダブルうっかりな。なるほど。北島三郎。これはありましたね。変読の時代から北島三郎はありました。ありました。祭りだむ。北島三郎です。これ面白いよ。これありましたね。北島三郎。あ、祭りだ祭りだ。北島三郎です。いただきます。ね、あげます。本番は森進一です。本番は森進一です。面白い。面白いな、本番は森進一です。ダメじゃないですか。やっぱりプロに負けてるじゃないですか。はい。それでは、ちょっと聞いてください。いまだに猫の会社に聞くか、決まらないチョコベビーズ、春。うん。はい。天気予報外れちゃうだわ電池が切れちゃうだわ頭がボワッとしちゃうだわ
はお部屋の手入れしなくだわ。今夜は泊まり来ちゃうだわ。湯豆腐を食べるからだわ。井上陽水待望の全国ツアー決定。ツアーファイナルは国際フォーラム 2days。 J-WAVE 主催井上陽水コンサート2006、7月4日5日東京国際フォーラムホール A。 J-WAVE ではチケット先行予約を3月20日のグルーヴラインで行います。お問い合わせは共同東京 03-3498-9999。 你们好，我叫茉莉。台湾帰りのモーリー・ロバートソンです。15年ぶりの台北は鮮やかに進歩を遂げていた。嬉しいことに大陸とは違いとってもフレンドリー。バーディーモーリーバード、今回は台湾特集。あなたの頭も頭髪マッサージで揉みほぐしましょう。日曜朝5時からハンハー。はい、アリマンニボーどうぞ。はい、というわけで、猫ひろしにギャグあげるコーナー。よっしゃ、レバレバルーもらってるなぁ、たくさん。ラジオネーム、はい、ハウルの動くプレハブ小屋さんがいただきました。はい、大きいボンドガールベタベタだよ。あ、大きいボンドガール。だってもともと大きいボンドさんはジェームズボンドが好きで知れてるんだ。こういうの待ってました。ね、こういうの待ってた。はい、大きいボンドガール。そもそも体が大きいから大きいし、ボンドが好きだからボンドなんだよね。木工ボンド。オッケー。続きまして。うん。で、こういうギャグ投げるコーナー、ズミ村正則さん。はいよ。投げました。ズミ村。シルダースタースタローン。シルダスタロン。シルダスタスタロン。で本当にそうだったからね、この人ね。あの出だしはね。出だしが。あのシルダ俳優だったから、この人ね。あのポルノ出てたからね。続きまして、ヨコちゃんにギャグあげるコーナー。トモちゃんちんです。トモちゃんちんですって書いてありますね。はい、ありがとうございます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、セックス、セックス、セックス。それ僕前やってましたね。それで先にやったんですね。一回回ってきてるじゃん。地球回って当たってるやつ、背中にも。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、セックス、焦点で僕。はい。この間の単独ライブでね、やって。そしたら、はい、ダメです。ダメですって言われたの。あ、いや、良かったです。あ、良かったです。これ最高ですよ、これは。はい、どうぞ。はい。おじゃ、こちらのコーナーはじゃ、どうぞ。プロパカレッゼン。しゃ。はい、こちらですね。はい。はい、お金にならないような、まあ、金にならないことを一生懸命やるってことですよね。はい。これが、僕らの使命ですもんね。はい、そうです。ね、正しいんじゃないかと。よかった。そうですよ。ラジオに向かった野方さん。うん、かっと。野球観戦にグローブを持っていき、本気でホームランを取ろうとしている人はかなりのプロバッカーだと思います。なるほどね。本当にいるんですか？いますいます。あ、いますか？グローブ。すごい、もうグローブこうやってますよ。あ、もう、あの、グローブ鳴らしてバチコーイバチコーイだ、もう。あれって、ファールの時は、ボールは返してるんですか？ファールも最近はどうなんですかね。前返してませんでした、ファール。前は返してたなと思ってたんだ。今も返してるんじゃないですか、日本は。あの、向こうは、うん、あの、メジャーリーグは上げちゃうんですよ。だからみんな必死になって取るんですよ、あれ。あれは何、あの、メジャーリーグの有名な選手が打ったホームランのボールって高いじゃないですか。高い高い。値段がつくけど、ファールも高いんですか。ファールは高くないでしょ。ファールでも。ファールはしょうがないから、ファールって書くんですか、自分でも。サインして。そうそう。ファール持ってきた場合はね。ぐらいな。ああ、そうなんですか。そうですよね。きっとね。こう、野球のボールが、縫い目が100やつあるっていうのは、嘘でしょ。嘘でしょ、これは。あれ、昔、梶原一騎先生がよく書いてた。煩悩の数だけあるとか言って、巨人の星で言ったもんですよ。そんなの煩悩って
アメリカから来たもんでしょ。なんであんだろうと思って。そうだよね。それに数えてるうちにぐるぐるつながってるから分かんなくなっちゃうよね。初めのところに点打っとかないとね、分かんなくなるからね、あれ。そうですよね。続きまして、ラジオネームアズーリさん。アズーリさん。アズーリさん。ゲーセンで100円玉を山積みしてゲームしているやつはプロバッカー選手だと思います。あ、山積み。ああ、バベルの塔みたいに積んでるやつね。います。僕サイパンで。はい。言いましたっけ、グラディウスやっててね、はい、あのホテルの地下で、はい、ほったらもう現地のチビがブワー集まってて、もうボーナス特典の岩のとこにシャッて入れたけど、うわーうわーってみんなに言われて積んでたコインみたいなやつを最後バーってやって帰ったんですよ、うわーってめっちゃヒーロー、いやめっちゃヒーロー、うん、はい、かっこいいことしました。続きまして、うん、ラジオネームレッドアロン、うん、ありがとうございます。今のシーズン、うん、全国各地の結婚式場に現れるであろうレイザーラモン HG のコスプレは今一番旬なプロばっかだと思います。ね、いました、営業で。あ、やっぱり。あの、はい。あと長州じゃなくて、あ、じゃなくてですね、はい、長州コリッキーさんだ、はい、あ、その時あのイデラッキーさんと一緒の営業だったんですけど、はい、僕が終わったらあの裸に、あの股間にあの天狗をつけて、うん、それで舞台に立って出ていきました。あのこう裸に天狗のお面をつけてるんですか、ここに。誰が？イデラッキョさんが。今レーザーなもんだ。あ、そうですね。あれ？あれ？違うじゃないですか。あれいけねえ。違うじゃないですか。コスプレの話だったじゃないでしょうか。続きましてラジオネームネコパンチ佐藤さん。自分でした女の匂いを嗅いでほくそ笑んでる人はプロバッカーだと思います。あれは臭い方がいいね。なんかやった感がありますよね。ね、ありますよね。わかりますよ、はい。調子がいいんだか悪いんだか分かんないですけどね。分かんないですけどね。あれの時ものすごいこうウェーブするでしょ。あの最後あの布団を。あ、やりません、ね、はい、野球見るとね、いつもあのウェーブするサッカーとかやるじゃないですか、あれ見るとね、おならした後の布団を思い出すのふわーってやるでしょ、自分でやりません、ね、表に出すやつね、直に書きたくなる時ありません、もう死のうかなと思った時直に書いてあるかなと思う時あるでしょ、この死ぬんじゃないかと思う時あるよ ね、 ありますよね、あります続きまして、うん、どうぞ。ラジオネーム桜井オーストラリアさん、うん、焼肉屋さんで網の交換の時に、うん、慌てて黒焦げのかぼちゃを食べる係。ああ、いいね。かぼちゃとししとうだよね。あのね、残ってるやつね。みんながもう食べなくなってるやつね。うん、あ、ありますね。あります。はい、すいません、このコーナーいまいち猫色紙的には全部入ってますネタの方が違ったかな、すごいですよ、すごいね、ラジオネームびしょ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 、おい豚いるぞ豚、豚出してくれ、スタジオに豚入ったぞ、豚入るようになったら結構嬉しいよね、話の不自由人入るようになったよね、ラジオネームびしょびしょまさたか、やわらちゃんに次のお子さんのご予定はと聞いているアナウンサーはプロばっかだと思います、なるほど、やわらちゃんと不倫するやつが一番だと思うけどな、ね、俺は何のためにっていうことがいいな、不倫だもん ね、 ね、それはハードル高いわ、ハードル高いよね、社会的にもハードル高い、ラジオネームガッタノマダ、フランシスコプラみたいなヒゲを本当に生やしている人はかなりプロばっかだと思います、ほう、福田修行のあの逆さまの絵みたいなやつね、あのヒゲが多すぎて頭なくなってる人いるよね。大概ね、いるいるいる。重たくなっちゃってね。うん、大概あだ名コッポラだもんね、その人ね。コッポラって言われてた。もうあの時コッポラって言われてた。コッポラヒゲいますね。ありがとうございます。はい、以上で選手長。もうスーッと行きましたね。はい。それでは、こちら参りましょうか。ラジオ最高でした。じゃあ、もうあと3分ぐらい。よっしゃ、よっしゃ、ラジオネームさんからのリサーチ届いております。皆さん、ダンザイさんが、初っ端から元気よく、それではさようならと締めに入った瞬間。もう、割とオチがうまくいったってことだね。ありがとうございます。嬉しかった。やった。はい。はい。ラジオネームゲッツしますさん、ありがとう、番組終了を知ってスタジオ見学者が増えた瞬間、増えてね、増えてる増えてる、もう遺族かなと思うぐらいね、今日ジジブーさん清掃してるから ね、 ね、クリスクリスしてんだよね、 あれビートたけしさんのスーツなんですよ、本当ですあれ勝手に着てんの、あのそうです、たけしさんは知らないんですけど水道橋博士さんから借りてるんです、
博士が面白いからって言って、もともとタモリさんのスーツを着てて、そのタモリさん知らないんですけど、タモリさんが劇団に下物宛てにいっぱいくれたんです。それをタダだからってジジブさんが着てて、それを見た博士さんが面白いからって言って、博士さんの盗んできたの、貸してくれたんです。貸してくれた、博士さんがもらったやつを貸してくれて、はい、ということは靴もタップになってるってことだね。タップ状態だ。タップ状態です。はい、じゃあ、あとタップやってもらいましょうか。ね、タップできます。裸足のタップできます。裸足のタップ。ペタペタ落とします。裸足になんに、なんですね。ラジオネーム、ホヤーさん。うん。はい。ありがとうございます。ミラさんが、うん、サザエさんとはやりたくないと言い切ってる。いや、前から思ってるけど、マスオさんも相当だよね。やっぱね。相当だと思うよ。ずいぶん産んでるんだからね、サザエさんで。あれだ、サザエさんは北洋の人に似てますよね。北洋のあの人、アブさん。はい、アブ。昔から思ってましたね。はい。じゃあね、文在八兵衛さん。うん。文在八兵衛さんからは、二人が NHK アーカイブスのアナウンサーをブスローバリス。言ってねえよ。言ってないよ。言ってないよ。言ってないよ。あの人すごいですね。うん。ラジオネーム。うん。やろ。そんな情報いらない。名アナウンサーだよ。違うよ。名調子。レッドアローアナさん。うん、ありがとうございます。皆さん、安西さんに、最近おなってると唐突に質問したとき。聞いとかないとね。人の状態をね、友達の状態を聞いとかないとね。いけないと思いますよ。しかも、実は放送前に抜いてきた安西さんがドキッとした瞬間だって。抜いてるでしょ。抜いてねえよ。抜いてねえよ。抜いてきた。抜いてきました。あ、やっぱり。何時ぐらい抜いてました。昨日の。11時ぐらいに。割と生々しい時間になりましたね。ああ、そうですね。次週はですね、ランキングをして、ベスト10つけてです。なるほど、今までのコーナーですね。月曜の。覚えてたらね。出るんだよね。ホームページに。ホームページに出ますんで。はい。というわけで、よろしくお願いします。というわけで、水曜日まで、そう、水曜日までに送ってくださいね、その好きなコーナー。月曜日に立ち上げてやるわけね。チンポがね、立ち上げてあるから、はい、うん。それを見て、水曜日までに投票をすると。はい。ということでございます。はい。猫ひろさん、ゲストの。はい。今日なんか、何ですか、告知とか。あ、そうや、亀田と KO はセットやし、ヒロシと乳首もセットや。そうや、どうや。大輝、僕あの親父さんには絶対育てられたくない。怖いもん、もう。怖い。後期、後期ってやってる。はい。すごいね。まだここで、ジジブーさんのタップを見ましょうか。どうぞ。